皆さん、こんにちは。TDSWYouTube チャンネルです。タッチデザイナーで始める GLSL の第8回になります。よろしくお願いします。今回はですね、今ご覧いただいている円を GLSL で描くというのをやっていきます。タッチデザイナーでいうところのサークルトップに近い見た目のものを作っていきます。今回やることですが、 まず円形グラデーションを作る。で大きさを調整する。えー、円を塗りつぶすで。最後に正規化を行い描画の比率を保つというのをやっていきます。それではやっていきましょう。とまずですね、いつも通り、えー、GLSL トップを配置して、GLSL をエディターで開いています。 最初に GLSL で円形のグラデーションを作っていきます。でまず最初にやることとして、いつも通おり F2P="EUBST" とします。次にですね、とレングスという関数を使います。これで距離を取ることができます。 こうですねでこの算出した D を RGB に追加しますこうなりますで今ですねこの基準点0のところからグラデーションが円形にできているという形になりますこれを真ん中に持っていきたいので、えー、中心点をずらします ここで、センターとして、エ2の0.5、0.5と、こういうふうにします。この値を、P から引くと、こう,いう,ふうになると真ん中に持ってくることができました。これがどうなっているか、一回トップ2でまた見てみましょう。 R、ねえっと、だけ見れればいいので、皮を消しておきます。こういう感じになってますね。えー、真ん中の0.5があって、0.5から0になって、もう1回0.5になっていくと。こういう形になってます。続いて、これのサイズを変えていきます。単純にですね、この D の値に数をかけてあげると、 る t かけるイコール例えば2とか入れてみると変わりますねもう少しちょっと大きくしてみましょううするとこんな感じになるんですねここで何が起こっているかもう一度トップ2で確認をしたいんですけどもまずはじめにですねこの GLSL のピクセルフォーマットというのを16ビットフロートにします でなぜこれをやるかというとですね、デフォルトでは、えー、このフォーマットが8ビットフィックスっていうのになってるんですね。この場合、えっと、どんな値を持っていてもこう0から1の値が出力されることになるんですけども、これを16ビットにすると、えっと、プラスマイナスのどんな値でも出力ができるようになります。こうです、ね、これを、えー、16ビットフロート、これに変えます。 でここのが今変化したのが分かると思うんですけどもするに、えー、2から入って0になって2になってるとで0から1までで黒から白のグラデーションが行われるので範囲はここからこの真ん中までの位置になりますねなのでここの数を大きくして例えば8とかにすると4 ここは4から0で4と、こういうふうになってます。で、もう一つそのデバッグの方法としてよくやるものがあるんですけども、まずこの View アクティブを、v i e w アクティブをオンにして、ディスプレイピクセルバリューズと、これを選択します。こうするとですね、ちょっと白か、白オン白で見にくいんですけども、これで、えー r のの値がが4ととなっているる見えると思いますでここで4でだんだんここに向かって0に入ってきてもう一回4に行くと数字が分かると思いますねこれもデバッグにすごい便利なので是非使ってみてください、はい、では続きまして今度はこの円を塗りつぶしていきたいと思います外コシ T とここですね で円を塗りつぶすのにはいろいろやり方があるのですが今回はその一つをご紹介します。これ一回戻します。これにしておきますでここで使うのが、えっと、スムーズステップという関数です。d= イコールスムースステップ0。 こんな感じで書いてみると、えー、円が書けて、塗りつぶしが行われて、若干アンチエイリアスもかかっていると。こういうふうになります。でこのスムーズステップというのがどういう関数かというと、これはエルミート保管というやつで、この1つ目の引数より小さいときは0。で、この引数1より、2つ目の引数より多いときは1。で、この引数1から 引数2の間の時は滑らかに変化する数値を返してくるとそういうことになりますなので0.95この辺ですね0.95までの間は0で0.95から1の間がスムースに変化しているグラデーションであるとで残りのところは全部1とこういうふうになってますこれで円が描けました そうですね、ここで1つ問題がありまして、えー、これのですねこうアスペクト比が変わるとこう、ま、いわゆる1000円でなくなってしまうんですよね。解像度が変わるたびにこれの比率が変わってしまうとこういう問題があります。でやっぱ正方形で 作業をするシーンってそんなにないと思いますしいろんな解像度で皆さん作業することになると思うんですけどもそれに合わせて毎回こう設定を変えてたらすごい大変ですよね解決方法として座標の正規化というものがあります正規化を行うコードの一つにこういうものがありますイココーーールフラグコードかけるくレゾリューション ることのと X y とシェーダーアートとか言われるものを見ていくとこういうコードを結構見ると思うんですね。これは何をやっているかというと,、えっと短い辺の長さで正規化をするということをやっています。僕も最初理解するのに結構時間がかかってしまったのでちょっと慣れてない人はちょっと難しいと思うんですけどもこれを説明していこうと思います。 はいえっと、ちょっと順を追って説明してみたいと思います。横幅が1000で、縦が500というのがあったとします。で、この x、X2P e c 2 p g l f l a g c o d e x y け2 0 u r e s o l u t i o n あることの minuresolution.xuresolutiony と、こういうコードですね。これを一個一個説明していきます。 まずですね、GL フラグコード XY というやつなんですけども、これの中には0から 1000X ですね。Y は0から500のピクセル座標が入っています。で、次のですね、この黄色くなっているところ、GL フラグコード XY×2.0-resolution と、これなんですけども、これは、これをすることによって範囲を指定することができるんですね。えー、だから、-u-resolution から u-resolution と。 範囲を指定します X の場合はマ -1000 から1000、y の場合はマイナ -500 から500という値がここに入ってきます。で最後に、この minUResolutionXUResolutionY というやつなんですけども、min という関数はどちらかの小さい方を返すということになっています。でここでは min1000 の500なので必ず500が返ってくると。 いうことになっていますでこの1から3のところをもう一回 x と y に分けてさらに分かりやすいように具体的な数字を入れて考えていきますまずですねこの GL フラーコートの x には0から1000という数字が入りますねなのでこの0を入れたときに 0×2.0 引くマイナス1000ということなので左側にはマイナス1000が入ります でこっち右側には必ず500という数字が入ってくると、えー。1000と500を比較して必ず500という数字が入るようになります。なので0のとき、x か0のときは2 2.0が入ってくると,ということになりますね。で、今度は最大値、1000がここに入ったときには、1000×2.0、えー。1000かける 2. 0-1000つまり2000-1000なのでここには1000という数字が入ってきます。で右側は500となのでここは 1000÷500 で2.0が入ってきます。で今度は Y 方向なんですけれども、えー、Y が0の時 Y がロの時には0 × 2 0引5 0 0つまりマイナス500が左側に入ってきて右側には500というのが入ってきます。 マイナス割るで、えー、と,マイナスという数値が入ってきます。で今度は、えー、と y に500の値が入ったときなんですけども5 0 0 × 2引5 0 0で500が入ってきてで、min の方は500なので1.0という値が返ってきます。で、結果左下が -2.0-1 右上が2.0-1.0という範囲で座標が作られたと。 いうことになりますこれをコードで書いていきます。これをじゃあ1500にしておきます。こうですね。で、先ほどの P が。これをコピペしました。で、ここにこう入ると。で、今エラーが出ているのは解像度がちゃんと入っていないからなので、ここにユニフォームとして入れていきます。 これで1500というのが入りましたで今えっと中心点がちょっとずれているのはセンターの場所の0.5のずれが必要なくなるわけですねなのでこれは0.0にしてこうするとこう真ん中に寄りましたねここれれちょっっとサイズが小さくなったのでこれを こしてもいいかもしれません。で、これが、えっと、何が起こっているかというと、また UV でちょっと見てみたいと思います。c a r a f o x 3の p 0, 0こうですね。これをちょっと大きく見てみたいと思います。と今までの例ですと、一番左下に 00、えー、ポイントがあって、これがあったと思うんですけど、こういうふうになって真ん中に00があるようになってるんですね。これをトップ2で見てみると、トップ2のこのロー、この範囲ですよね。この範囲を見てみると、マイナス2から2を取っているということになります。なので、マイナス1から1の範囲はここな、ここの真ん中のここなんですよね。ここがマイナス1から1の範囲になってます。一回この UV を戻します。 これがどういうことをやっているかというとあのコンポジットトップのフィットバーティカルと同じ挙動になりますちょっとやってみましょうサークルがあってサークルとこのコンスタントこれのサイズを 1000, 1000の500にしてみますこうですねこれでこれはゼ0 で、コンプがあると。で、この2つをつなげて、えー、アドでいいかな。こういう感じですね。これが先ほどの正規化前の状態なので、こう横にビヨンと伸びちゃってるんですけども、これをトランスフォームのこのフィル、フィットバーティカル、これですね。これを選ぶと、こういうふうになると。それに縦の高さに、縦の辺に合わせて横も。 整地化していいるととうことになりますまさにこれと同じことを今回この j l s l でもやっているということになりますこれで円を描くことができました今回はここまでとなります TBSW では毎月2回程度週末にライブ配信ワークショップを行っています チケットは PTX やイベントプライトからお求めいただけます。また、ペイトレオンも利用しています。現在こちらの3つのプランがあります。これらのリンクは動画の概要欄にありますので、よかったらチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。ではまた。